はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、竹澤さんどうもお疲れ様です。どうもどうもです。はい、じゃあちょっと先一回、はいはい、手洗います。はい、久しぶり。すげえ、もうこうアップルジュース、アップルジュースか何かで、ですか、アップルジュースでうがいしてるような、本当？すごい蜜の味がした。はい、はい、今日そっちじゃないです。そっちじゃないです。でそっちじゃないです。なんで？あの大した話じゃないんですけど、うん、今日ゲストいないんで。なんで？いや、ドッキリですよ。なんでお前ちょいちょいそういうことあるの？はい、どうすんのじゃあ今日、高桁さんの。だから、ちょっとこっち来てください、こっち。どうすんの？こっち来ないでしょ？来ないでしょ？うん。ここ、座ってください今日。俺やんの？はいはい。竹取さんと話そうじゃん。いや、いろんな質問が今日実は来てます。ああ、企画やってたね、はいはい、あれあんの今日。そうです、そうです。もうこれ大層な感じで、しかも俺の T シャツ着てるし、あ、T シャツ着てるわけじゃないのか、しかもエプロンになってるし、なんかよく見た。原さん、どうすか、そっちに座った感じは。いや、やっぱりいろいろ見慣れないものがいっぱいあるね実はちゃんと座ったことなかったんでね。新鮮でしょ、結構新鮮だね、これね。そう、これで料理が出てくるのか。はい、そうなんですよ、はい、ドリンクは今日自分でちょっと作ってもらって。あ、これ何、俺自分作るの、はい、セルフで。セルフです。それが一番ドッキリだろツイッターで原田さん、なんか質問ないっていうのを呼びかけてたんですよ。ああ、募集してたね。そうだね。ただ結構やっぱり海外と日本語、ね、いっぱい来たので、はい、いくつかピックアップしといたので、はい、もうそれをバッテリーがある限り原田さんにぶつけようということで、まずは一つ目、これはとってもプライベートでリラックスな質問ですけど、はい、プライベートでリラックスな質問、リラックスな質問、リラックスな質問、どういう意味、いまいちちょっと分かんなかった、ね、気抜いてていいですってことです。あ、気張らないでいいです。こっちがね。そう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 、分かった分かった。原田さんの財布を見せてください。いきなりそっち？はい、そう、質問じゃないんじゃん。そうそう、もうリクエストじゃん。だから実は俺財布、はいはいはい、どこに Vlog に Vlog にします。これね、携帯、これ携帯画面やばい、携帯あるじゃないの、うんうんうん、ね、うん、iPhone ですわ、はいはい、もう携帯とこれやばいよ、画面が。そこはなんかモザイク入れておきましょうあの携帯電話のケースと、うん、ケースと財布が一緒になってるんですよ。え、この財布が、まあ、これカードが入ってて、カードはモザイクに入れるとして、現金がバーッとこう、1億ぐらい入ってて、入ってるんですよ。そうそう、重たいわ。でここにちゃんと小銭入れかと思いきや、うん、あのバンドエイドが大量に入ってる。なんでなんでなんでチャリンコから落ちるからですか。いや、じゃあやっぱね、子供が怪我するんですよ。あ、で子供大した怪我じゃないけど、バンドエイドが出てくるとなぜかね、あの貼ると治った。あ、それすっごいわかる、うん、僕もガキの頃バンドエイド傷だけだったから、うん、バンドエイド入ってたとかカードとか全部入ってる。だからこれあのやばい、落としたらもう全部、個人情報とか免許証も全部入ってる、保険証も、だクレジットカード入ってるでしょ、はいはいはい、で現金も入ってるでしょ、うんうん、で携帯電話というもう最大の、本当ですね、あれ入ってるでしょ、本当ですね、これを落とすと全て終わる。えらいこっちゃ。その代わり分散して忘れたり、小銭入れがね、カードがね、あれがねはない。カード見せてください。なんで、どこのカードの何色なのかなと思って。いやいや、もうそれはいいじゃん、モザイク、モザイク。いや別に普通だよ。これは最近あのコロナ禍なんでダウングレードしたんですよ、わざと自分から。ああ、はいはい、子供のガムの当たりって言うんだけど、当たりです、当たりって感じで、いいでしょ、当たり、ね、いつ買いに行くんですかね、これ。交換してあげないと。子供はね、こういうこだわってるんですよ、交換したいって言って思ってるこれ、これほら、ANA のスーパーフライヤーズがあるんですけど、これの最近までこれはブラックだったんです。お、ゴールドに落としたんですか。でも2階級じゃないですか。落としたんですか。なんでかというと飛行機乗らなくなったから。あ、飛行機乗ってる時はもうバカみたいにマイルが溜まるんですよ、これ乗ってると。分かる分かる、うん、まあ、スーパーフライズカードなんで、うんうんうん、それさえあればいいんだけど、マイルの付与率がちょっと違う、うんうん、そんな話してどうする。マニアックすぎるでしょこれ。全然いいですよ。いや、カード何が持ってるかとかは。カードはいっぱい持ってるよ俺。結構興味持ちますよ。いやもうね、最近のカードで俺これ一番最強だと思ってるのがね、え、これですよ。7って書いてあるでしょ、鉄拳7みたいな。はいはい。これはね、最強なんですよ。これ、餃子の王将 7% オフですよ。
餃子の王将で 7% は餃子の王将の生餃子買いまくってる証拠ですよ、これ、ね。でかい。ちょっとカメラに映してて。そんなんあるんですか、ね、これ海外の人さっぱりわかんない。7% オフ。素晴らしい。それ家族で言っても 7%? 7%。いいなぁ。ゲストにいつも1個目に出してますけど、最近あまり出してなかった。あ、来た、エビマヨ。特製エビマヨ。特製エビマヨですね。これ今日はもう、はい、もうね、特に。花さんが見せるという、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。でかいな、エビ。購読している本、雑誌、漫画問わずや欠かさずチェックしている番組、テレビ配信問わず何かありますか？雑誌は欠かしてないのはもう90年代から、あ、80年代だね、正確には。絶対に欠かさず購入、定期購読してるのはムーですよ。出ました。ムー。毎回言ってるムー。ムー。定期購読ね。で、あれでしょ？もう同じ話題が、30年、40年ずっと回ってるムーです。あれでしょ？世紀末にこの世は終わるって言って帰ってたくせに、来年の定期購読でしょ。1999年には地球が必ず大ピンチか、もう滅亡するって特集を何年も組みつつも、雑誌ムー2000年度定期購読のお知らせってハガキが入ってきて、年末に来たんでしょ。あれは顔真っ赤になって俺思ったもん。もう編集者だけ生き残る気かと。散々書いてね、俺らが金取ってね。本当本当。あれはショックだったね。そのエピソードは面白いです。うん、雑誌ムー、テレビは？テレビとかあと YouTube？ 配信系。あれですね。あれを見ますね。やっぱ Netflix とか Hulu とか。うん、アマゾンプライムとか受けは見てる。最近なんかハマってる海外ドラマあります？いや、だから昔からやってるように、俺は一番好きなのはブレイキングバッドっていう、うんうん、まあもう終わっちゃったけど、うん、あのシリーズが大好きで、うん、でずっと見てて、でまだ続いてるのスピンオフのベターコール、なんだ、最近見てないからあれなんだ、ずっとシーズンが止まってんだよ。ベターコールソウルだ。ああ、見てない。あんま聞かないでしょ。日本だとマイナーだけど、海外では結構メジャーなの。ベターコールソウルっていう、その弁護士、うん、ブレイキングバットに出てきた弁護士の特集とかスピンオフ、意外と面白いんですよ。とか、あとウォーキングデッドは、フィアーオブウォーキングデッドからウォーキングデッド全部見てる、追っかけてるでしょ。で、最近ちょっと見始め、ようやく見始めたのがペーパーハウスだね。スペインのドラマなんだけど。ペーパーハウス、ペーパーハウスってね、タクダさん知ってる？銀行強盗の話なんですよ。へえ。なんかシーズン今結構いってんだよな。俺シーズン1まだ見始めてんだけど、うんうんうん、確かシーズン何シーズンも続いてんだよ、今続いてるのにずっと立てこもってんだよ。何年間も立てこもってんだよ、うん、いやいや、話の中ではよ、うん、わずか2週間ぐらいの立てこもりの事件を扱ってると思うんだけど、シーズン1から何年も経ってるわけじゃん。で、何シーズンもやってるわけでしょ。今のところ何年間もずっと立てこもってるっていうね、とんでもない。俺、銀行強盗のゲーム好きじゃん、ペイデイとか。ああ、はいはいはい。グランドセフトオートでも銀行強盗大好きだよ、うんうんうん。銀行強盗とホラーが大好きだね。うんうん、銀行強盗もの見たいなと思ったんだけど、気になってるのなんか、面白いのかどうかわかんねえなと思って見てたけど、今のところ面白く見れてるね。スペインなんですよ、珍しく。知らなかったな、うん、ちょっと探してみるか。結構ネットフリックスのオリジナルかな。ドバイかサウジに行った時、王族の家に招待されたことはありますか？その他でも海外セレブとの交流ってあるんですか？家に呼ばれたとかってなんかなかったでしたっけ？家というか、まあ、パーティー、まあ、その立派な、まあ、宮殿とか的なところとかは呼ばれたりとかはしましたよ。レセプションパーティーみたいなやつ。レセプションパーティーっていうか、なんか、その家がやってる。その家がやってるものとか、その地元の家にも行かせてもらったりもしたし、中東とかでは、すごいいいやつが受けましたね。いつもの竹虎たこ焼きでございます。本当にこれはね、美味しい癖になりますよ。熱々だ。ちょっと冷ましとこう。そう。ゲーセン文化を復活させるとしたら、原田さんならどのようなことを行いますか？さあ、
ちゃんとした質問が来てます。いや難しい、あのゲームセンターという営業形態を復活させるっていうのはなかなか難しいと思います。あのぶっちゃけ超特別スペシャルでない限り残らないと思うよ。だからそのコロナのせいもあるし、やっぱ時代の流れもあるけど、まあ、そもそも新製品が出にくくなってるとか考えると、そういう意味では難しいと思うよね。ただその文化って意味で言うと残し方いくつかあるので、うん、あのゲームセンターミカドさんみたいなやり方も一つもちろんあるんだろうし、うん、だけどもう正直言うと超会員制の、うん、超異空間にするしかないだろうね。ああ、なるほどね、うん。存在はしてるっていうことですよね、だから。するけど、うん、そう、唯一無二じゃなきゃもうやっていけないってことだよ、要はね。うんうんうん、もう会員制クラブですよ、もう。うん、よくね、この議論すると、メーカーがゲームセンターでしかできない体験とか、ゲームセンターでしかできないゲームを作らないから、もしくは作れば、お客さん来るって言うんだけど、それは机上の空論でしかないわけですよ、うんうん、例えば鉄拳も実は格闘ゲームとして世界初のオンライン対戦をゲーム店舗間対戦かっていうのをゲームセンターで実現したじゃないですか。あれの時に事前に調査してみたいなね、さあユーザー意識調査としては、みんなゲームセンターでオンラインになってもゲームセンターでの地元の同士のその対決とか、もちろん東京の人と対戦できるのは嬉しいけども、まあ、地元のコミュニティでの対戦っていうのがメインになってくるはずってお客さんも答えてたし、そうしたいって意見が多かったの。だから俺らは、じゃあそっか、オフライン対戦モードもいるんだねってことで、うんうん、オンライン専用せずにオフライン対戦モードまでわざわざつけたわけですよ。うん、でもな、よく言ってる話はこれ蓋開けてみたら、まあ最初のスタートこそ3割はオフラインでやってて7割がオンライン対戦だったものが、まあ4ヶ月後にはですよ。もう9割以上、90% 以上がオンライン体制になっちゃった。これはつまり何を示しているかというと、人は利便性に勝てないんですよ。うんうん、でね、うちの人気のタイトルであるガンダム VS シリーズとかもそうだし、鉄拳もそうだけど、やっぱり家庭用が出た月とかは、ガクーンと売り上げ下がっちゃうでしょ、まあ、まあ、家でできるっていうことの利便性ですよ。もちろんそこから戻ってくる、また臨界戻ったりもするけども、やっぱり家、自宅でできることの利便性っていうのが増してくってきたり、携帯も一緒じゃん。みんな勝っ、だから何が言いたいかというと、利便性に人は勝てないんですよ。そう言って、言ってる人でも。うん。みんな今携帯見ちゃってるし、うん、パッケージでしかゲームを買った感覚がないって言ってる人もダウンロードじゃないと今不便って言い出すでしょ。セーブデータも共通でオンラインでディスクなくすこともないし、どこから始めても、ね、どこからログインしても途中から始めれて、ダウンロードゲームの方が便利だって言っちゃうじゃん。ってことはですよ、どんなに、便利なものが勝てなくて、どんなにその文化残したいって言っても、相当意志が強い人以外は残れないってことなんですよ。うんうん、だから、そこに対抗しようとすると、みんなが言ってるぐらいのスペシャルじゃ、ダメなんですわ。下がりきってしまった仕事のモチベーションをどのように上げていけばいいでしょうか。もうやめた方がいいとも思い始めています。原田さん困っています、教えてください。こういう時にさ、すごい嫌だったらやめちゃえばいいじゃんとかいう人いるじゃん。あともっと頑張れとか、うん、全部強者の理論とかさ、うんうん、強い人の理屈でアドバイスする人が結構多く感じてて、俺あれ良くないと思うんだよ、うん、だってその人がその立場でいられるのって絶対自分の力だけじゃないじゃん。で、俺とかは例えば仕事のストレス感じたことないよね。あるよ。多少あるわ、うん。辛いとか、そういうのあるけど、でもなんていうの、トータルとして辞めたいとか嫌だって本気で思うことはあんまないっていうか、むしろ楽しいことの方が9割9分みたいな。で、それってさ、じゃあ俺が努力して今の位置にいるからだって思いたいけど、そうじゃない、絶対。全然そうじゃないじゃん。親のおかげでもあるし、周りのおかげでもあるし、俺とかはもう今振り返って思うのは、俺上司にめっちゃ恵まれてたのよ。うんうん。もう最初から今でもずっとたまたま上司の巡り合い、上司選べないじゃん。もう運ですよ、これ。運ですけど、上司がめちゃめちゃいい人ばっかりなの。うんうん。もう全員原田くんどうしたいっていう人ばっかりなの、今まで。ね。
よく社長から上司からもうそれしか言わない。だからそんなの幸せすぎるでしょ、うん、どうしたいって聞かれるんだからさ、こうしたいですって、おーそうかそうかって言われるっていうのは俺が運が良かっただけなんですよ。だからそんな人が簡単にね、辛いんだったらやめた方がいいとか、いやもっとこうポジティブにいった方がいいよなんて、そんなね大それたこと言えないですよ、うん、だからただ一個言えるのはさ、その自分が好きな職業に就くかどうかやっぱでかいじゃん、うん、趣味を仕事にしちゃいけないってなんかやったらと俺大人に言われたんだけど、それ絶対違うと思ってて、俺は趣味仕事にしても大正解だったし、やっぱ そこじゃないとモチベーション続かないじゃん、うん、だからそうなるとそうじゃない場合はもう仕事って割り切るしかないんだけど、そしたらこれ今度もっと運不運だよね。そこの職場の仲間とか上司に恵まれない限りは持たないじゃないですか。かといって簡単にも辞めれないから悩んでるわけでしょ。そうです、そうです。で、おそらく辞めていい時って経済的な余裕があるか、次の仕事が決まってるか。そう。この二つ以外辞めれないはずなんですよ。そう。特に次の仕事が決まってないと。そう。だから、どっちかってこの人今やるべきは、今の職場で頑張るのは絶対辛いっていうのを分かってるんであれば、なんとかしてね、辞める方向を探すんだけど、辞める方向を探すイコール、次どうするかを、先に考えるしかない。そうですね。もう先回りして。それはあります。その状況をなんとかしてからじゃないと、もう辞めようかなは、絶対ない、うん。もう困窮するから、絶対、それは。無職になりますからね。いや、もう辞めちゃったらね。このコロナ禍でそうなったら厳しいから、そうそう、絶対次のことを考えた方がいい。次をどうするかだけ考えて、で、いろんなところに登録、転職サイト登録するのか、もしくは仲間、友達とかちょっとつって探って一緒に何か始めるのか、なんか誰かが何かやってないかとか、もうそこからしかないと思うね。第2弾、ネギ塩だれです。ネギ塩来ましたね。はい、どうぞ。ネギ塩だれ。じゃあカメラに。こう、入れ物が可愛いやつ。いただきます。私は仕事の締め切りギリギリまで行動しない癖があります。普段からどのようなことを心がければ、原田さんのように自己管理や時間の管理、そしてセルフプロデュースができるようになりますか？なんとですね、この人が悩んでる悩みと同じぐらい俺は、時間守らないんですよ。あ、時間ってか、ね、待ち合わせとか守るんだけど、比較的。仕事の締め切りは割と守んないんですよ。そうですね。うん、で、ね、なんかね、俺興味ないことほどすげえ守るんだよね、そういうの。ちゃんとやるんだよ。厳しかったから、親が。締め切りとかそういうのいろんなことの勉強とか何かそういうの全部守るんだけど、この仕事がで自分が得意なことほど守んないんですよ、俺。時間とか締め切りとか俺は得意な人に管理してもらってるって感じ。自分で管理しなくしますね。そうか、ミーティングのスケジュールはみんな勝手にあれ入れられるんですもんね。入れられるとかそれもあるし、そのプロダクトマネージャーっていうのが最近はゲーム会社でもとても重要視されてるんだけど、スケジュール管理やる専門の人、うん、そこだけをやっぱ特化した人とかに管理してもらうとか、しないと自分で全部補うのはまあ無理だよね、もうはっきり言って、うんうんうん、でセルフプロデュースはちょっとまた別かもしれないけど、うんうん、時間の管理とか締め切りがあるので、ね、ギリギリまで動けないの俺全く一緒、この人と。あ、そうなんですか。全然もしくは一番最初に絶対この路線で行けば行けるって思いついた後、2週間ぐらい何もしなくて、前の晩、締め切り前日に慌てて思い出してやるとか、うん、もしくは前日にならないとモチベーション回らないとか、むしろ過ぎてから焦らないとできないことの方が多い。あ、それすごいわかる。遅れても、どっちかって遅れちゃっても、フォローしてもらえる注意の体制、自分が別に偉くなくてもね、仲間でも部下でも、部下だったら上司に甘えられる環境をどう作るかの方が重要だと思う。俺はあんまり自分で言いたくないけど、後輩だろうが先輩だろうが同期だろうが甘えれる環境作りはものすごいしてるの、うんうん、だからそういう意味で言うと甘いわけですよ自分に。重要なのはこれあんまり言うといやらしくなるけど、パーフェクトな人間見られようとするのはもう絶対ダメですね、うんうん、絶対ダメ。この人に唯一言えるとしたらそれ、ものすごい隙のある、突っ込みどころのある、バカだ、アホだと思われてるぐらいのがいい。うんうん、絶対に、うん。それがね、セルフプロデュース最大の、俺は、
その成功ポイントだと思うよ。あの人間ってさ、頭よく見られたいとかさ、やっぱあれじゃん、かっこよく見られたいとか、それちょっと捨てて、人よりもプライドが低めの、あの少し恥をかいちゃいますっていうタイプにどれだけ思ってもらうかはとても重要。そうしないと他人に厳しいなんて、ね、自分にも厳しいって、厳しくすればうまくいくってよく言われるけど、なんかそれしんどくてさ、周りも隙があるって思われた方が下がフォローしてくれたり、うんうん、こいつどうしようもねえなと思ってくれた方が上がフォローしてくれたりってするわけじゃないですか、っていうふうに周りが自分を認識するように持っていかないと厳しいと思う。まあ、その普段の環境づくりの方が大切だと思う、自分の改革よりも。そうですね、だから結構時間かかるやつですもんね、そこね。時間かかるけど、うん、やる価値はある。あの、うん、自分を変えるよりも周囲にそう認識してもらうことの方が割と早いので、自分変え、変えれないんじゃん、なかなか、うんうん、だから僕、俺こんなやつなんだよねっていうダメなところを一生懸命人に認識してもらう、うんうん、俺はもう上にも下にも自分のダメなところをすっごい徹底して認識してもらうように言わしてる、うんうん、それ重要だと思うよ。そうですね、うん、すごい興味深い質問が1個来てるんで答えてあげてもらっていいですか、うんうん、原田さんはキノコの山とタケノコの里どっち派ですか。おお、来た、ほら、あのね、形状としては俺キノコの山の方が、キノコが好きなんで、もともとあのキノコ類が食べ物として、はい、うん、だからどうしてもキノコの山って聞いた方がなんか触手は動くんだけど、食べた時の感触としてはやっぱりタケノコなんですよ。あ、そう、あ、逆だわ。ちょっとクッキー感がね、クッキー感が、これまた海外の人分かんない話だな、これ。いや、海外でも売ってますから大丈夫です。いやー、なかなかアメリカとかで売ってないんじゃないの。ないのかな、うん、リトル東京とかで売ってるかもしれないね、ロサンゼルス。いや、でも、そうなんですよ。え、何？え、キノコ派なの？キノコ派ですね。あれ確か、日本全国の統計で言うと、やってるやってる、キノコ派が劣勢なんじゃなかったっけ？そうそうそう、僕はただ単に、食べてる時に次もつかめるからキノコが好きなんですよ。タケノコって。利便性の問題？そう。味とかじゃなくて。持つとこ少ないでしょ。絶対手にチョコがつくでしょ、タケノコって。で、あんなもん1個すぐ食べちゃうから、2個目を持ちたいんです。手に取ると手につくわな、そりゃ。そう、そう、うん。なんか汚したくないから。うん、キノコは。でもほら、俺ゲーマーだから、直接手で食べないのよ。え？キノコもタケノコも。お菓子を仮に食べるにしても、ナッツにしろ、ポテトチップスにしろ、うん、ポテトチップスめったら食べないけど、そういうお菓子を食べるときに、俺 PC ゲーマーだからさ、うん、あの別に普通のゲーマーでもそうだけど、うんうん、特にキーボードとマウスとかって、あのラバーとかさ、ああいうのに、油つくとろくなことにならないから、絶対手で食べないから。やっぱりキノコ、タケノコ派って結構いるんだね。いやいや、もうこれはず永遠のテーマですよ。鉄拳のキャラクターの年齢と誕生日が知りたいです。設定はあるのでしょうか。うん。これ結構多かったです。あった。ね、年齢は決まってますよ。でもこれ年齢言っていいのかな。カズヤで言うと、あの鉄拳7の年齢で言うと49歳。平八75歳。リーチャオランってあれ48歳ですよ。ワンジーレンに至ってはもしいたとしたら105歳。シャオイは18歳ですね。まだ。まだ18歳ね。うん、とか、そういうふうに、ありますよ、これ。リリなんか驚きだよ。まだ16、え ?16 とか17だね。アスカが17で。リリ16って見えねえな。リリは誕生日が11月。11日なんですよ。なんでか分かんない。ああ、書いたら リーリーだから。リーリーってカタカナで書くと1111だから、11月11とか。え、エリザは？エリザさんはね、あ、なんとこのリストに、エリザほら、500歳とかだから。ああ、確かに寝てたもんね。500歳とか、そんなの確か。うん、とんでもないです、年齢が。そっか。うん。え、平八が75ですか？平八は鉄拳セブン年齢で言うと75歳なんですよ。あ、じゃあ、若くなった時の平八は何歳なんですか？ヤング平八？若い平八。鉄拳タック2に出てる。そう。あれだからまだ20代とかな。多分。20代に見えないけどね。見えない。うん、そう。血液型もあるんですよ。
血液型の設定があるっていうのが多分欧米の人は理解しがたいだろうね。ああまあ確かに、ね、日本人ぐらいでしょ、血液型どうのこうの言ってんの。あと星座、日本人気にしますよ。星座は世界的にはあるかもね、占いとかがあるから、うんうんうん、カズヤが AB 型、平八が B 型。あ、平八の B 分かるわ。うん、風間純は AB、 リーチャオラン A 型、ほう、シャオユー A 型、パラン O 型、ペクトーさん O 型、ポール・フェニックスも O 型、マーシャル・ロー、スティーブ・ホックスは B 型とか、だから全部あるよ、これリストが。へえ、リリーは何型？こんな設定したんだ。リリー O 型っぽいんですけど。リリーはね、AB 型ですな。あれ、エリザは？エリザは、あの、血液型が多分、ややこしいね。ないですね。人の釣ってるんで。釣ってるからね。なんかそんな、そこだけないんですね。あの、だから実はリストは見つかったので。へぇ、ちゃんと設定はあるんですか、ね、あるんだけど、そうね。あの、なんか、ちゃんとノクティスとかギースの誕生日まで書いてある。これあの、多分オリジナルの方の設定なんでしょうね。あ、ノクティスは8月30日なんですね、誕生日が。ギースハワード。ギースハワードは1月21日らしいですよ。じゃあ設定あるっていうことで、でもあるある、別に公表してないわけじゃないですもんね。いや、割とする機会がなくて、公表できてないから知りたがってる人がいるから、どっかでまとめてとは思ってるんだけど。なるほど。それちょっとタイミングがあればですね、うん、そういうこと。全員が全員誕生日の設定できてるわけでもないので。うんうん。だって木人とかだって誕生日どうなってるの、うん、木人はないですよ、ないですよね。あったら気持ち悪いですよ、ちょっと。不明って書いてあるのも結構いる。うんうんうん。一応ありますよ、年齢とかも。なるほど、わかりました。ハララさんって最近褒められることってあるんですか、うん、これ端的にもうそう言われたらそんな、めっちゃ変わった質問だね。そう、立場的に褒められることってもうない位置にいるじゃないですか。あ、でもね、あ、それで言うと、うん、褒められることは実はあるんだけど、そうやって自分より立場上の人じゃん。でこれは複雑な褒められ方をする。例えばツイッターで俺が発言をしたツイートに関して、社外的にはお、なんか いいぞいいぞ春田もっと言えみたいなことが、うんうんうん、社内のある人にとってはすげえ不都合不利益だったことがあった場合に怒られるわけじゃないですか、うん、怒られるとか本当勘弁してくださいってある部署からはすっごい怒られる。なのに上の層、俺より上のそれこそトップ層の方からはその部署から怒ってくださいって言われて、俺が呼び出されて説教されるのかと思いきや説教されたことにしろと。正直俺はよく言ったぐらいに思ってるから、うんうん、俺は全然 OK、 ただ一応ちゃんと怒られたことにして帰る、はいはいはい、よくありますね。っていうのは、そういう複雑な褒められ方なんですよ。なるほどね。なるほどね。これぐらいの立場と年齢になる。ね、だから、そんな大手を振って、あの、100% オーディエンスで褒められることはない。もう、うん、もう、これは立場上もあるけど、これぐらいの年齢になって、そういう社会との組織の中入ってると、100% みんなから褒められることってなかなかない。あの、それ、製品上もそうでしょ。なんかゲーム出してもさ、1万人いたら1万人から褒められることもないよ、うんうん、レビューアーがもし1万人いて1万人褒めることないじゃん絶対。だってそのうちの1000人ぐらいは下手したら非難するわけでしょ。それと一緒、もうそういう構造になってるね。子供の頃みたいに手放しに褒められることってなかなかない、うんうん、そうですよね。一方で怒られることがなぜか一方で褒められるって構造が多いね。ハラ、ね、さん海外行くときに、うん、あの荷物検査のとこあるじゃないですか、うん、毎回止められてません？すっごい止められてる。あれ何やってんですか毎回。空港の荷物検査だけはやったらいかからない。なんか30分ぐらいほじほじされてるでしょ。これはなんだこれはなんだとか、うんうん、もんで怪しいの出てくんじゃん。それは知らないよ。あの、ね、それは知らない。俺あれやばかったな、あの今はないけどロム焼き器って昔あった。多分武藤さんわかるでしょ。ロム焼き器ってポータブルのね、はいはい、ロム焼き器ってなかったの。これね、うん、ゲジゲジみんなで見るゲジゲジって海外の人なんて訳すんだこれ、ね、こういう芋虫みたいなこの
チップがねど真ん中にコンと置いてそれ焼くやつなんだけど、はい、その四面焼き器っていうのは言うたらねガスコンポータブルガスコンロみたいなカセットあそうこれあれみたいなこんな形してるわけ、うんうんうん、であれをねあのよくねあの持ち歩いてたんですよ昔は結構重くないですか重たいであれをねそのエクス線で通すと、うん、自分でもびっくりするぐらい起爆装置か何かしか見えない真ん中の、ね、真ん中のこういうユニットに対してすごい数のその線とパーツがうわーってのが X 線に映ってもうあらゆる国の検査官がビーって言ってバチーって止めてブーって言って警備員が5、6人バーって来てこれなんだっつって俺それから見たのでこれはなんだって言われてであやべえと思ってチェックされるでしょでその時にあのえってされるわけじゃん、うん、でそうするともうみんな危ないからその検査官がもうすっごいこのブランケット持ってきて巻きつけてこうやって横に出してでさ分かると思うんですよ昔のゲームセンター用のロム、はい、ロケテストとかでほら海外持ってくじゃんロムってこんな板があるねあこのロムだけ取り出した予備にいっぱい持ってるわけ、うん、でロムって傷つけたくないわけよ、ね、であのちゃんとプチプチって言われるものとかに、ね、くるんでればまだいいんだけどさもう出張前だから忙しいから何をやるかって荷物も減らしたいしクッション入れたらさわかる？クッション入れたらあんなプチプチ入れたら、うん、すぐいっぱいになっちゃうでしょ、うん、じゃあどうするかというと、まあ、これ汚い話で汚い箱はないよ綺麗なね綺麗な洗ったばかりのパンツ、うん、ブリーフとか自分のパンツあるでしょトランクスとかパンツにくるむんですよ、うん、ロムを一個一個ほんでそんなもんお前あの検査場で5、6人も警備員が駆けつけてきてさバーッと開けられてさこうやってパンツをこうやったらさ電子回路出てくるわけでしょほんでこれは何だ？何だ？って言われるわけ。で、そしたら持ってるまま怪しいと思われるから、うんうん、こうやって T 字になりなさいって言われて、うん、パッて T 字になって、こうやって、パンパンパンってやられて、うん、まあ、財布とかも全部見られるけど、で、俺財布の中に、あの、小判のね、うん、あの、お守り入れたわけで、小判の守りってよくわかると思う、日本人なら。うん、あの、大変な紙に包まれるじゃん、はいはいはい。紙の中に銀紙みたいなのがあって、ほんで出てくるじゃん。うん、もうさ、あの白い紙に銀紙が出てきて、中からさ、こんな分厚いさ、見たことのね、長細いさ、鉄の塊出てくるわけじゃん。で、こうやって見て、これ何って言われた時に、人間の本能だよ。これ何って言われると、あ、これはって手出そうとするわけ。そしたらもう、警備員がビビっちゃって、ダンタッチって言うけど、起爆装置かなんかだと思われるわけ。俺で、俺何されたかって、ロサンゼルスの空港でみんなが見てる前で、脇をさ、あの、ほら、本当にあの、M16 のライフル持った、警備員が走ってきてさ、俺を両端、後ろから、両脇ガーンってかけて、俺、うわーって宇宙人みたいに連れて行かれて、あの、ロックアップできる場所、あの、チェーンで囲まれて、カシャンカシャンってできるとこに行って、動くなっつって言われて、動くな喋るなって言われて、俺全部見られて、これで結局そのコインだけ最後持ってこられてさ、これ何か説明しろって言われて、で、ジャパニーズエンシェントコインって言って。え、エンシェントって何の？いや、古代の。あ、古代の古代で、そんなエンシェントでもないんだけど、もう言いようがないからさ。え、お守りって言わなかった？レジェンダリーかエンシェントって言うしかないかなと思って。お守りでいいじゃないですか。オーチューンとかって言っても分かんないじゃん、向こうの人は。俺はだからとにかく開けられるのが辛いでうちの妻がね、うん、ひどいいたずらをするんですよ。いやいいわ、最高の奥さんですね。ひどいで、お酒に酔った時にやるんですよ、うん、俺の用意をしてくれるわけよ、はいはいはい、で俺自分で用意するんだよ基本的には。だけど最後にチェックしてなんか長く行く時とかはいろんなもの見てくれるわけで、俺で引っかかるって話よくしてたから、うんうん、引っかかるじゃん、わっと開けてくださいって言われるわけ。自分で開けなきゃいけないな、大抵カチンカチンカチン、うんうん、やってますね、どうぞっつって、はいはいはい、パカンと開けたらブラジャーとさパンティーが入ってるわけですよ上にね。ほいでそれね、俺が動揺したら絶対にまた聞き込みが始まるの分かってるわけで、うんうん、これ何ですかって言われて、もう普通に冷静にブラジャーとショーツですって
誰のですよ、私のですで何使うんだって言ったら、いや私が つけますって言って、今もつけてるんだけど、今つけてるのは飛行機はもっとルーズに行ってますって、でいつ使うんだって、ホテルで、なぜ一つしかないんだって、これがお気に入りだからですもうドキドキですよ、完璧冷静、そう、そしたら通してくれるんだ、意外と。だって個人の趣味にね。まあ、いますからね、実際に、ね。いるじゃん。でも、サイズがどうのこうのって言われるわけ。でも、俺はこれがいいんだ、みたいな話を言い張ってさ、こんな小さいサイズは入らないだろう、みたいなこと。ね、負けないんじゃないか、みたいな。これ意外と伸びるんだ、みたいな。あ、やべえ、伸びねえ、みたいな。割り上がってるぞ、みたいな。そうそうそう。いいいたずらですね。そうなんだよ。割とね、そういうの何回かあったよ。ひどかったよ。で帰ってきたらすげえ楽しそうにしててさ、どうだったどうだったみたいな、いや引っかかったよ思いっきり、いいなぁ、しんどかったあれ、びっくりして負けて俺、と思って、俺のじゃないって言いかけた、俺の荷物じゃないって言いかけた、色何色なんですか、ピンク、いやだからやっぱそういう時ってさ、分かりやすいの、そういう、そういう色、ピンクとかね、ショッキングピンクみたいな、普通ではありえないよな、あー分かる、いやそれは言われる、一元だ、しかもなんか こういうふうに置いてあるわけで、なんかなんていうの、その、うんうんうん、マネキンから 、ね、抜いたままみたいな置き方されてて、パカッて、質問コーナー、実は、ね、春さん、もう終わりなんですけど、うん、ちょっとね、何個か垂れ込みが来ててですね、うんうん、どうせだったらもう、ここで答えてもらおうと思って、鉄拳プロジェクトメンバーより垂れ込みが何個か来てます。うんうん、原田さんはプロジェクトメンバーがほぼ徹夜で作ってきた資料をろくに見もせず、うん、読みもしないのに、うん、なぜその内容を理解できているのか分かりません、うん、僕すっごい分かります、この気持ち、うん、全然見てないじゃないですか資料、うん、なのになんで内容が全然ってことはないよ、いやだってプレゼンの資料とか絶対見てないでしょ、うん、あれけど中理解してるじゃないですか、うん、理解してる、あれは何なんですか？一個種明かしをすると、まとめられた資料っていうのを読むのは億劫なわけですよ。やっぱ、うん、めんどくさい。めんどくさい、めんどくさい。はい、うん、普段のあいつらが喋ってる雑談をどんだけ聞いてるかですよ。ほう。こっちは入るから全部。ほう。どうせそれをまとめてくるだろうと。まとめてくるんじゃなくて、多分、その喋ってることまんまがまとまるわけじゃない。うんうん、いろんなことを言ってるわけでしょ、でそうすると多分おそらくこういう形でまとめてくるんだろうなが見えるから、ああなるほどね、それを予想して、だってベースにある引き出しと知識は明らかに経験値上ですよ、俺が優れてるって意味じゃなくて、単純にやってきた時間が長いので分かってるわけじゃない、ことのは多いわけじゃないですか、うん、だからそうすると1言われれば10分かるって話と一緒で、普段の断片的な話からいくと絶対こうなってるっていうので、でしかも大体話してくるときにここがポイントって言いたがる場所とかは言い方に特徴があるか書き方に特徴があるじゃん、あ、もうそうするとここがポイントだなって分かるから、はい、見なくても大体分かる、あ、スターバックスで MacBook を開きながら仕事をしている人たちが半端なく嫌いっぽいですが、それはなぜですか、ちなみに自分はここ最近、在宅勤務になってからまさにスタバでその状態です、これなんでスタバで MacBook で作業してる人が、これコロナ前の話だけどね、うん、そう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 、でも一個言えるのは、あのどっちかというとスタバでパソコン開いて仕事してること自体はいいと思ってるんですよ、うんうんうん、それはそういう場面もあろうよっていう、はい、俺が言いたいのはどう考えてもあなたはそのファッションの一部としてやってますよねっていうのが気になる、絶対に Mac ね、お前絶対パソコン詳しくねえだろうと、まず、うんうんうん、僕みたいな、パソコンに詳しくて携帯性を求めてでいろんなことを考えたらこれに行き着かなかったはずだみたいなタイプの人、 あえてこだわって MacBook ですっていう人は別にそれでいいです、それ好き好きですから、でもどう考えてもあれがおしゃれだと思って買ったでしょ君みたいなのを見るとイライラしてくるんですよ。でも俺の中での統計上、友達にも割とそういうタイプ、友達か知り合いにも多いです。いますよ、やっぱり。うんうん、でね、その、パソコンのリテラシーが低いってことにそもそもイライラしちゃうわけですよ。なるほど、やばい、ね。で、俺の中での統計上、いかにもそういう職業は置いといて、うんうんうん、どう考えても、チャラそうな、
よかった。その外見だけを気にしている人で MacBook でチャカチャカチャカみたいなことやってる人をすると、はい、君絶対この場所で MacBook でもある必要ないし、この場所でいる必要もないし、じゃないのに、こうやってる、この空間でこれをやってる俺が好きみたいな、矢印自分に向いてるだろみたいなやつを見るとイライラするんですよ。そういうこと、ね。で、それで、それはね、大逆転で、そいつにパソコンのことをちょっと聞いてみたら、とうとうと、パソコンのスペックや、機能とか、何にこだわってるかについて、オタクのように語り出したら、好感度高い。もう一気に、あ、それすいませんでした、なるよ。でも絶対そんなことなかったもん、今まで。男性で、モテたい男性。あ、だから俺分かった。モテようとしてる男性を見るとイライラするんだ。ああ、なるほど、なるほど。だからそう、モテるツールとして使ってるんだよ。あ、今自分で分かった。そういうこと、ね。モテようとして、その、やってるでしょ、あなたっていうツールのに、MacBook を使われると、よりイライラするっていうことですね。なるほどね。うん、これは質問というよりクレームですが、うん、っていう括弧が最初についてます、うん、博学で知識や記憶力も良いのに、うん、人の顔と名前を覚えられないのが不思議です。お、一緒に行動していて挨拶された後に今の人誰だっけと聞かれて困ります。何とかしてください。そうなんだよ、人の顔と名前が一致しない。一致しない。顔はだから逆に言うと見たことあるはずなんだけどみたいな。だ俺すごい多いんですよ。あの、一番困るのはゲームショーで会釈されて、うん、俺も失礼がないようにパッと会釈するんだけど、ね、帰って2チャンネル見たら今日初めて原さんに会ったけどめっちゃ腰低いのなって書かれてて、普通の普通のただのゲームファンだったみたいな。あそうそうそう、いいイメージじゃないですかそれ。いやだけどそうびっくりするじゃん向こうも。人の顔と名前をしっかり覚えるっていう性能っていうのは、その人間の社会性に関わるところなんだって。で、オキシトシンの量が脳から生成されて分泌されるオキシトシン。オキシトシンって何かというと多幸感を、ほう、人間の多幸感を司る物質なのね。多分ホルモンの一種だと思うんだけど、うん、例えば、好きな人とハグし合うとか、こう自分の大好きな自分の子供と、うん、を抱っこするとか、あまあ、猫とか犬とか、ワンちゃんとかね、でもオキシトシンっていうのは出る。で、要はそのそれによって人間っていうのは愛情を強く感じて、相手との絆、相手との絆を感じる。それはペットだろうが、子供だろうが、恋人だろうがっていうものがその司っていうのはオキシトシンっていう物質なんだけど、だからこの分泌量が低い人、ほうで男性と女性で比べると、平均的、統計上で、また統計の話なんですよ。平均的な数値で言うと、あ、女性の方が圧倒的に多いんだって、やっぱり。オキシトシンっていうもの自体が。で、男性はやっぱちょっと分泌量がもともと少ないらしいんですよ、うんうん。で、オキシトシンっていうのは、人間の寿命とかにも関わってて、ほら、人間の平均寿命って女性の方が世界的に見て、もうこれ、歴史上明らかだけど、うん、高いでしょ、うんうんうん、その理由の一個は女性ホルモンが多ければ多いほど人間って長生きして、むしろ男性ホルモンがたくさんある人ほど短命なんですよ。だから男性ホルモンって、何か別の効能もあるわけですよ。いい面もあるけど、逆に言うと寿命とかに対しては結構ネガティブなんですよ。な要素が高くて。で、オキシトシンっていうのもそのうちの一個で、そのオキシトシンがたくさん出る人ほど寿命はやっぱ伸びるんですよ。長生きするのって。オキシトシンの多幸感をつかさどるオキシトシンが少ない人ほど寿命が短くなる。で、もう一つ最近研究で分かってきたのが、そのオキシトシンの作用が、しっかり出て強ければ、その、いわゆるさっき言った絆、うん、社会性ですよね。相手との関係性とか社会性、絆ってものを強く感じることができるので、周りのとの社会性をしっかり保とうとして、顔と名前を逆にとしっかり覚えれる脳になるんだって。そのオキシトシンがやっぱちゃんと出てると。でも俺自分の犬とか、いやいやそうでしょう、子供とかやっぱ抱っこするとものすごい多幸感に包まれるから、その時はオキシトシンが出てんだけど、うんうん、だオキシトシンをずっと多分注入し続けると人の名前とか覚えるようになるんだと思うんだけど。なるほどね。ところでね、原さんね、はい、今の話の流れから言ってね、はい、追加で質問しますけど、うんうん、アリサ、鉄拳のアリサ、うんうん、キャラクターデザインって誰がやってましたっけ？ああ、もう出たよ。いやすっげえ長いことやってくれてる人なんだよ。すっげえね、女性のデザイナーで、うんうん、顔も浮かんでますよ。名前は出てこないよ、それ。マジですか？すぐには出てこない。まあ、もうちょっと待ってたら出てくれたもん。ちょっと待って、今探してるから、頭の中。
いやいつもそうなんだって。俺あその人の名前覚えたの6年目なんだよ。うん、そうみたいですね。いやあのすごいね、優秀なねデザイン、ね、俺ものすごく買ってるの、ね、その人もう本当にね、あの人じゃないとデザインできないデザインが多くて、うん、今までそのあ相良さんだ。ああ正解。相良さんがデザインしたキャラは結構当たるんですよ。あ色特に色使いが良くて、だからいつも相良さんの先生やってっつってお願いするんだけど、出てきました、ね、パッと出てこないんだけど、ほらそれは平等に出てこないわけみんな。へえ。上司の名前もほらで昔よく出てこなかったからっつってなるほどね。ファラさん、パラゾールの原料何か分かります？パラゾール？はい、あの防虫剤の。おーおーおー、ほう、ほうさんじゃねえな。ほうさんやばい。ほうさんはやばい、やばいですよ。ほうさんなんかよ。パラゾール分かんない。パラゾールはパラゾールじゃない。パラジクロロベンゼンなんですよ。あー、ベンゼン系か。すぐ覚えるでしょ。うん。だそういう名前だったらいいんじゃない？なんすかね、あれ気持ちいいからですよ、多分言ってて。あー、俺もだから、ペーパーハウスっていうドラマの中で一番最初に覚えた名前がモニカ・ガスタン・ビデだった。あすげえ名前だなと思って、ガスタン・ビデ、ガスタン・ビデって言ってんの、ガスタン・ビデと思って、もうその人だけは全然主役でも何でもない脇役なんだけど、モニカ・ガスタン・ビデが出るたびに俺はもうモニカ・ガスタン・ビデだ全部言うんでフルネームで。確かにね、だからそういうもんなんだろうね、多分そうです。そういうその普通のニックとかさ、うんうんうん、ジャックとかそういう名前だとピッと抜けちゃうんだろう。あの昔あのイアンソープっていうあの水泳すごい、はい、覚えた覚えた。イアンソープは未だに顔と名前を浮かぶ。あと、うん、イアンソープのライバルがいて、うん、ピーター・ファンデン・ホーヘンバンドってやつ。ああいた覚えたでしょ。確かに覚えた。あとマッケンローとかね。ああ分かる。テニス選手の多分やっぱりその名前のインパクトは重要ですよ。インパクト、あと喋ってフルネーム言いたい気持ちいい系。だからやっぱそうだよ。だから日本人さ、ほとんどみんな鈴木だの、なんかバンダイナムコとか高橋とかすげえ言うんだよ。おいおい。はい、原さん。はい。今日も終わりです。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。というわけで、あの、ずっと気になったんだけど、今日、うん、ゲスト以外が後ろにいるっていうパターンじゃない？見えました？いや見えてる。さすがに存在感ありすぎでしょこれ。